こんばんは。今週のオールザフィールズを担当するミーアイのランです。ミユです。アイナです。 What did you feel inside? 79.5 FM NAC5 All the feels。 週替わりのセレクターが導く心を揺さぶる音楽の時間、新たな出会いをシェアするプレイリストプログラム All the Feels。 今週のセレクターを担当するのはこの人。改めまして自己紹介させていただきます。せーの、クリックミーアイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 You can see us now if you wanna get in. It's right. FM NAC5 All the Feels。この番組は月曜日から木曜日まで夜11時からの30分、週替わりのセレクターが毎日違うテーマで作ったプレイリストをお送りしています。番組の感想はハッシュタグフィールズ795をつけて X でポストしてください。私たちミーアイはサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンザ・ガールズから生まれた11人組ガールズグループです。今月17日デビューシングル未来をリリースしました。ありがとうございます。やっとデビューです。そうだね。はい、はい、今回はミーアイをまだあまり知らない人もユーミーの皆さんにも私たちのことをもっと知ってもらえるようなお話もしつつ、テーマに沿ったプレイリストを紹介する4日間です。では早速今日のプレイリストテーマ、ラン発表してください。はい、今日のプレイリストテーマはトラベル。皆さんゴールデンウィークどんな風に過ごしていますでしょうか。はい、今日はゴールデンウィーク中ということで、旅行で休みの日に出かけるときに聴きたい曲を私ランが選んでみました。お、旅行行きたいですね。そうだね。ではランさん、1曲目の紹介お願いします。はい、最初にお届けするのはヨーシーフューチャリングゴッツ&ニーツさんでボディー&ソウル。お送りしているのはヨーシーフューチャリングゴッツ&ニーツさんでボディー&ソウルです。はい、なんか、はい、私はボディー&ソウルって聞いた時に、うん、スピードさんかと思って。そうですよね。あれって思ったんですけど、すいません、今日はそっちがいいんですよ。違う方でした。こちらラップになってるんですけど、うん、ヨーシさん本当に私好きなアーティストさんで、夏生まれで私夏が大好きなんですけど、うん、もう本当にこういうね、どんどん暖かくなってきた時期にぴったりな曲をたくさん出されているアーティストさんでして、もうドライブというか車乗ったら聴くしかないでしょみたいな、うん、そう曲なんですよこれが、まあ、リリックもすごい気持ちいいですし、夏にぴったりなサウンドになっているので、まあ、たくさんの方に聴いていただきたいですし、何も考えずに聴けるような楽曲になっているので、ただ単にドライブとかで流しているだけでもなんか雰囲気の良くなる曲なので、私はこれを1曲目に選ばさせていただきました。なんかこの曲に思い入れとか思い出とか。思い入れ？でも本当に最近は、まあ、夏が近づいてきてるので、もうサマーのプレイリストを作ってるんですよ。名前がサマーっていう。かわいい。恥ずかしいことじゃないですよこれは。夏大好きなんです。サマーとサマーナイトっていう2つのプレイリスト。そうなんです。プレイリスト作られるんですよランさん。そう、朝と夜ってさまた違うじゃん。そう、それの朝の方に入ってるんですけど、もうねこれは絶対1曲目に入れたいということで、本当に友達の影響とかもあって聴き始めたんですけど、うん、やっぱダンスやってるのでこういう楽曲聴いてる方が周りにたくさんいて、こっから受けるなんかものもありますし、振り付けだったりストレッチする時によく聴いてる楽曲なので、うん、私にとってもすごく大好きでずっと聴かせていただいてる曲なんです。はい、はい、ミーアイがお送りする FM ナック5オールダフィールズ。今日はメンバーのランさんのプレイリストトラベルをお送りしています。では次の紹介お願いします。はい、ハンナ・モンタナさんでいつだって自分になれるところへ。お送りしているのはハンナ・モンタナさんでいつだって自分になれるところへです。ハンナ・モンタナ、ハンナ・モンタナ役名、役名か。そう、ここね、マイリー・サイラスさんね。そう、私は見てました。あ、見てました。はい、まあ、それのドラマの中の一曲になってて、うん、この仕事をしている上で、うん、自信持ったりとか
ていうことはすごく大切なことだと思うんですけど、やっぱ過去の自分、まあ、オーディションを受けてる途中とかはなんか自信を持つことが得意ではなくて、まあ、もう上手いから自信持ちたいって言われても持てるものじゃないじゃないですか、まあね、そういうのって、ね、だし性格っていうのもあってそんな簡単に変われるものじゃないと思うんですけど、まあ、そういう時に本当にあの自分大切にしようだったり、まあ、自由にしていいよっていうすごいあの前向きな歌詞の楽曲になっていて、本当に聴くだけで元気もらえますし、まあ、今は本当和訳とか調べて歌詞知ってるからなんですけど、初めて聴いた時も全然意味が分からなくてもなんとなく伝わる感じが私は強く印象的に残ったのですごくお気に入りの曲ですし、なんか疲れた時に聴いてもすごい吹っ切れるじゃないですけど、うん、あもう何でもいいやっていい意味で、本当にもう何も考えずに楽しむことが一番なんだなっていうのをすごい伝えてくれるような楽曲になっているので、うん、この仕事をしていく上でもすごく大切な曲だなって思ってます、はい、お送りしたのはハンナ・モンタナさんでいつだって自分になれるところへでした。では続けてもう一曲お届けします。サザンオールスターズさんで涙のキス。はい、はい、曲来ました。すいません、入れさせていただきました。やっぱりね、なんだよね。そうですね、私あのまあ、ラップだったりちょっとアップテンポな曲だったりも好きなんですけど、まあ、リンドバーグさんだったりサザンオールスターズさんだったり湘南乃風さんだったりね、そういうちょっと渋い曲もすごい好きなんですよ。で、あの最近サブスクの方でサザンオールスターズさんの、まあ、ライブが配信されていて、うん、もうそれを飛行機とか移動中にずっと見ていて、うん、もう本当に名曲しかないグループあのサザンオールスターズさんだと思うんですけど、まあ、夏トラベルということで私はこの楽曲を選ばさせていただきました。1992年7月リリース。みんな生まれてない。な何歳だって言おうとしたけど生まれてなかったね。私が生まれる10年前。あれおーお前よ生前すぎて本当にあの分からないですけど、もう本当にこのどんな世代にも刺さるような楽曲をこうして生み出していくサザンオールスターズさんすごいなって思いますし、イントロからやっぱ違いますよ。本当にもうさ、サビでさ涙のキスもう一度なんて言われちゃったらもう何ですか本当に夏に聞くしかない。あ、ちょっとこういうところで音出ちゃうんですけど、なんかでも結構サザンさんってあれですよね、うん、あの夏の楽曲が多いから、ね、もうランさんフィーバーじゃないですか。夏の女からしたらもうはい好きそう。本当にありがたいですね、うん、でも私が生まれる10年前なのに、うん、31作目のなんかシングルっていうのを聞いて、1作目でねうちら結構、うん、ああ頑張ろうってなってるのに31作目。まだまだですよ、やめてくださいよやっぱりでも日々いや頑張んなきゃってなってる。いや本当にね、こうやって本当に伝説を残していけるようなアーティストになりたいなって改めて思いますし、皆さんあの海の前とかで聴いてください。本当に染みる曲です。はい、FM ナックファイブオールザフィールズはミーアイのミュとアイネとランでお送りしていきます。さて旅行で聞きたいプレイリストを私が紹介しているところなのですが、ここでちょっとね、うん、あのいろいろ話していきたいなと思うんですけど、うん、まあ、みんなゴールデンウィークの思い出だったりあります？過去でなんかちょっと苦い思い出にはなるんですけど、ちょっと聞きたい。それはそれで私あの韓国にずっと行って、うん、なんかそのゴールデンウィークってただただ練習だったから、うん、そのやっぱり正月とかも全く無視だったので、はいはいはい、それで無視をされていたのか日本独自の休日なのか、うん、そうね、あ、そうなのかな、はい、そう多分なくて、ね、だからあの
お盆とかのその日とかも結構違ったりして、はいはい、韓国にお盆がなかったりするので、そういうなんかちっちゃい頃もうなんか学校も休みだし、うん、ウキウキしていた休日、うんうん、全部なくなって あーってなっていた、そういう思い出がございます。あーちょっと苦いですね。なんかそのゴールデンウィークだけで仕事があるとか、うん、その練習があるとかじゃなくて、うん、あのそもそもないみたいな、そもそもないない苦い思い出が、ね、あみんなゴールデンウィークだから、うん、友達がなんちゃらとか、あないみたいな切ないです。切ない思い出がございます、ね、本当に私たち今年あのつい最近デビューしたばっかりなので、うん、あのありがたいことにお仕事もたくさんいただいて、はい、今年ゴールデンウィークがあるかないかは、まあ、置いときまして、まあ、もしあったらお仕事がありがたいことにあるとか、もしじゃあ休日、まあ、ゴールデンウィークがあったとしたらどこ行きたいとかある、うん、どこだろう。え、ランさんはどこに行きたいんですか、ちなみに。私は国内旅行ですよ、やっぱり。海海ですいいですね、熱海行きたいですまあ、ね、熱海もいろんな思い出がありますけど ね、 そうだね、はい、まあ、熱海だったり、あとは本当銀山温泉にずっと行きたいって私は言っているので。おっしゃってましたね。そうです、本当はね冬に行きたかったりするんですけど、メンバーとかでも旅行行ってみたいなって思いますし、新しい思い出作りたいなって思いますね。みゆさんは、うん、みゆさん覚悟したら、でもあの私は本当に究極の引きこもりなのでそうなんです、ゴールデンウィークにどこにも行きたくないです。じゃあ行かなきゃいけないって言われたらどうする。行かなきゃいけないそんなことないけどもう絶対に外に出てくれ謎の絶対に、うん、なんかその絶対にいつもお仕事がありがたいことにあるので、外に出ている分逆に出たくないと言いたいところなんですけど、逆に出たいんだったら、うん、私は行ったことがある外国が韓国だけなんですけど、うん、結構まあちょっとは違うけど似てるじゃないですか、はいはい、街の感じとかも、うん、だからもう絶対にもうガラッて風景から違う、うん、なんかヨーロッパとか、うん、その南の方、もうブラジルとか、そうブラジルとかね、まあ、裏側とかね、あのタイとか台湾とかね、あいいですね、裏側とかね、どこに行って も、 もうそもそもガラッて異国って感じのところに行って、一人で行って、一人でした、そう一人でもうボケーって過ごすっていうのをやってみたいです。いやいいですね、丸々あったらね、うん、いいかもしれない。絶対全然なんて言うんだろう、私の見たことない、うん、写真とかでしか見たことないものをなんか、いやいいね、見たいですね。じゃあもう連れてってもらいうでもなんか一人でっておっしゃったらいいのかな、邪魔しちゃって、あのチルタイムが一人のチルタイムやめて。いや全然友達と行く分にも、うん、あの私結構ボケっと行くので、なんかこれしようよとか言ってくれる子がいても全然楽しめる、うん、あのなんかあの私が好きなあの異国のトークまで勝手に引っ張っていくなと思って、うんうん、とりあえず一人で行きました。いやいやいや、行きたいよね。ぜひご一緒させてください。ヨーロッパを回りましょう。まあ、じゃあいつかみんなで行きましょう。行きましょう。はい、はい、ではそろそろプレイリストに戻りましょう。ラン紹介お願いします。はい、続いてお届けするのは DJ チャリフューチャリングヨーシー&ケイジさんでタイムです。お送りしているのは DJ チャリフューチャリングヨーシー&ケイジさんでタイムです。これは比較的最近かな、さっきのそうだ、ね、サザンオールスターズさんに比べて。そうです、当たり前だからね。全然最近ですよ、本当に2019年なんでね。天と地の差が強すぎて、もうこれはもう誰もが認める夏ソングと言っても過言ではない私やっぱね、旅行って言ったらそういう明るいね、うん、テンポがいいと思うんですけど、本当に私ヨーシーさんとケイジさんが大好きで、もう今日もうラップばっかりで申し訳ないんですけど、伝わりました。いや普段こんなにさ自分の大好きな楽曲をね、もうボコボコと紹介できる機会を長々と長々とバンバンね、そう紹介できる機会がないのでねボコボコのところでそうですね、なんかちょっと詰めていきたいなということで選ばさせていただいたんですけど、はい、もう本当にねこの楽曲もリリックもそうですし、あとはまあビートだったりもうすごく気持ちいいんですよ、うん、アップテンポではありつつすごいメロで落ち着いた曲なので、本当ドライブだったりにも、すごく向いていますし、まあ、ランが好きな方は好きだと思います。おやっぱりファンはね、ランの方には本当に聴いていただきたいな、ね、そう、自分に似る、なんかそのそうそうそう、なんか例えがあれだけど、うん、あの飼い犬が飼い主に似るって言うけど
そんな感じで飼い犬とか言う、ランボシユミは犬ですか。いや、なんかそういう犬というわけじゃないんですけど、そんな感じで、あのファンコンサートやらせていただいた時に、わ、やっぱりなんかファンの方ってその推しのメンバーにちょっと似るんだなって、いいですね、うん、ちょっとあの私は実感しました。へえ、まあそうですね、この楽曲も夏って言ったんですけど、結構まあ恋愛要素だったりも入りつつ、ちょっとまた乙女が出てます。アウェイ。いやでもね、エモいんですよこれが乙女な感じではなく、あのまあ男性目線の楽曲なので、あ、それはちょっとエモい、ちょっと大人なね、エモい、もう夕日の海でちょっと、はい、想像できるような楽曲なんですよこちら。ドライブ中とかでかけていただきたい一曲となっております。はい、はい、All the fieldsFM ナック5 All the Fields ミーアイランによるプレイリストトラベル、最後の曲は畑基博さんでスミレです。お送りしているのは畑基博さんでスミレです。はい、これまたもしかしてあのなんかちょっと乙女、そうですね、まあそういう曲にはなるんですけどこの楽曲はもう私のカラオケお箱でして。お箱、そうなんだ、うん、もうあの喉鳴らしにでも1曲目に絶対歌う曲なんですよ。そうなんだ。そうです、そうです、本当に、まあ、この曲はねもう今にぴったりな楽曲かなと思って、まあ、春をねすごい連想させるようなあのすごく明るい楽曲になってるんですけど、もう本当畑基博さんの楽曲も全部好きで、でも母の影響で聴くようになったのかな、すごい小さい頃からあの車だったり家で流れてたので、その影響で聴くようになったんですけど、2016年、がちっちゃい頃だった、12歳とか、若いな、若いな、私2016年、もう恋の歌は20歳になりますよ私は、中学生やったからさ私、ね、まあ、恋に落ちる瞬間のときめきだったりね、それと同時に訪れる戸惑いなどを歌って、ナンバーってちょっと台本に書いてあるんですけど、すごいいい言葉ですね。どういうことか分かっているのか果たしてやめてください。そこはシークレットでお願いいたします。小学生だったんですけど、まあ、どの世代が聴いてもときめくようなすごく素敵な楽曲になっていると思いますし、これからのシーズンにすごいぴったりな一曲となっているかなって思うので、たくさんの方にぜひこれを機に聴いていただけたらなっていうふうに思います。私もまだ初恋まだなので、聴いて初恋体験しようと思います。あ、じゃあ家で今日歌いましょう。ユーミーが初恋のタイプの、いいこと言う、メンバーです。てへってへっ、はい、いや締めが難しすぎる、てへで終わらせるの、てへということで、てへということで、お送りしたのは畑基博さんでスミレでした。79.5FM All the feels。代わりのセレクターがお届けするプレイリストプログラム All the Feels、 ミーアイのミュとアイネとランがお送りしてきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ミーアイが4月17日にリリースしたデビューシングル未来からチョッピーチョッピーミーアイバージョンを聴きながらのお別れになります。はい、はい、チョッピーチョッピーですよ。チョッピーチョッピーを披露したお二人が、はい、ランアヤネとおられますが、そうですね、オーディション番組のファイナルで私とアヤネちゃんがパフォーマンスした楽曲になるんですけど、はい、どう、改めてミーアイバージョンが出来上がりましたけど、なんかすごい今回パートも、うん、あの、うん、私は実際変わったりとかもしたんですけど、このパートこの方がやられるんだ、はいはいはい、みたいな、結構すごかった。確かに私あのモモナさんが、うん、結構私クールなイメージ、うん、結構オーディション中固められてたので、うんうんうん、このチョッピーチョッピーみたいなキューティーみたいな塊の楽曲をやられて、うん、いやもともともちろんあのアイドルアイドルしているモモナさん、はいはいはい、実際に見たことあり、うん、あったのでオーディション中に、うん、なのでまあ分かってはいたんですけど、うんうん、なんか改めてこのすごく中性的な見た目になった状態でこの楽曲をやられるのにすごくなんか新鮮さとドキドキ、ね、ときめきを感じました。いやでもそれを言ったらみゆちゃんもです。そうですよ、私たちからしたらもうみゆちゃんのチョッピーチョッピーどうなることか、いい意味でね超漫画を期待
いやどうだったすごい高いじゃないですよ。やめてくださいよ、ラジオなんで伝わりませんけどすごい、まあもうなんか、ね、あの T シャツと同じ、うん、また見みたいこと言っちゃったすごい同じ顔されてて、それすいませんラジオなのに、すいません。いやでも本当あの高音パートとかもやりましたし、うん、レックとかどうでした今回、うん、あのファンミーティングでヒーローも披露させていただいたんですけど、はい、そこくらいのキーだとちょっと自分が気持ちよく出せる音程よりは少しだけ低いんですけど、はい、ちょっとねそうチョッピーチョッピーが本当に出しやすくて、あのなんてことですか、そうなんかぴったりハマるぐらいで、サビのあたりの、うん、基本的に結構高いじゃないですか、うん、キーがそこぐらいがむしろ出しやすくて、うん、恐れないワンとかとか、うん、全部のパートが高いところを今回いただいて、うんはいはいはい、すっごい気持ちよくレコーディングもできて、その時にあの久しぶりに会った方に褒めていただいて、うん、嬉しかったです。はい、そんなチョッピーチョッピーミーアイバージョンも収録された私たちのデビューシングル未来ですが、この他にも、まあ、タイトル曲であるクリックだったりシュガーボムエンミーのミーアイバージョンだったりも収録されていますので、皆さんぜひチェックしてください。はい、詳しくはミーアイの公式ホームページをご確認ください。 FM ナック5オールザフィールズ、今夜はそろそろお別れのお時間になりました。そうなんです、ちょっとここで一言言わせていただきたいんですよ、はい、もう私埼玉県出身でして、はい、ナックファイブさん、ね、本当にお世話になってるんですよ。もうお世話になる、車でねおばあちゃん家行く時とかパパがラジオをかけると絶対に FM ナックファイブさん流れていて、うん、天神様だったり本当に私大好きなコーナーなんですけど、うん、本当にあのお世話になったラジオでして、こうしてデビューしてまたね出演することができて、うん、参加したらお帰りなさいって感じで、リスナーだった私がこうやってお話しする立場に回れてすごく嬉しく思っております。読んでいただきありがとうございます。ここに来るまでに、うん、すごい意気込んでらっしゃる。あ、そう、恥ずかしい。あ、そうなんだ。エレベーターでちょっと。あ、そうなんだ。ちょっと嬉しくなってしまって。はい、今夜の選曲の感想などはハッシュタグフィールズ795をつけて X でポストしてください。明日はみゆさんによるプレイリストチャレンジをテーマにお送りします。お楽しみに。はい、チャレンジということで、うん、結構私人生がチャレンジっていっぱいだったので、うん、期待していただけるといいかなと思います。はい、それでは明日も夜11時にお会いしましょう。ミーアイのランとアーネとミュウでした。ゴールデンウィークお出かけの方は安全運転で、いってらっしゃい。